京都縦貫自動車道は、京都府宮津市から道府を特に分大山崎町に、至る延長 93.2km の国土交通大臣指定に基づく、高規格幹線道路で、国道478号に指定されている。なお、法律上の京都縦貫自動車道は、刑事バイパスとして強用されている、大山崎ジャンクション組山インターチェンジ間も含まれる。また、 ダイヤマサキジャンクションで接続する名神高速道路、ケージバイパスとは異なり、大都市近郊区間は設定されていない。高速道路ナンバリングによる路線番号は、山陰近畿自動車道、山陰自動車道とともに EQ が割り振られている。京都縦貫自動車道は、綾部宮津道路、丹波綾部道路、京都丹波道路、京都第二外環状道路で構成されており、 南北に長い京都府内を従官し、京都北部と南部の連携を強化、地域の活性化を図るとともに、高規格道路網の脆弱な京都市街地の外環状道路としての役割を担っており、京都府の背骨とも言われている。2015年7月18日の京丹波町インターチェンジ丹波インターチェンジ間の開通をもって全線開通した。 マイズルーインターチェンジ付近振動の坂トンネル、西山トンネルトンネルの数ハイウェイラジオ24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。